こんにちは、一之瀬です。今回は昨日の年の宮英子様の日本赤十字社初出勤に絡めまして、イギリスの子ダイアナ人の共通点についてお話していきたいと思います。 この敏宮愛子さまの所属先は青少年ボランティア科という部署だそうですがここからしてねダイアナ元妃と共通する部分かなと思っておりましてダイアナ元妃も1983年にイギリス赤十字社で最初に公式の役職に就かれたのは赤十字青少年の部というところで、まあ、ユースの後援者ということだったので、まあ、イギリスと、ね、日本とそれぞれに、ね、赤十字の活動に取り組まれているという、ね、この点も共通点なんですけれども。 まあその中でも青少年という、ね、この部分も実は共通点ということで、まあ、慈愛に満ちた笑顔とととお志も、ね、ダイアナ・ヒと通じるところではないかと思いか思ます、まあ、同じく、ね、ダイアナ元妃を参考にしておりますと言ってもファッションだけというね衣装パクリばっかりでダイアナ妃の内面的な、ね、崇高さについては多分気づきもしなかったし真似しようとも思わなかったに違いないキ子さんとは比べるまでもありません。 ダイアナ元妃はファッションやねヘアスタイルも注目されていたのは間違いないですし当時はねファッションアイコンだったのは確かなんですけれどもいまだにねイギリスはじめ世界中でダイアナ元妃の人気が高いのはもうファッションだけじゃなくてねむしろその生き様だったと思いますので紀子さんもね上部だけパクってなんかダイアナ妃とかね皇后陛下のファッションを真似したりとかあと美智子さんのね話し方だけ真似てももう中身がスカスカでねもう何しに来たのか意味不明って感じで、まあ、薄っぺらいの だと思いますし特にね子育て関係の自称ご公務に関してはもう出ない方がいいんじゃないかみたいなねもうあなたにだけは偉そうに子育てについて言われたくありませんというねそんな感じの子育て失敗三部作を作っておられますよねそしてその薄っぺらさ見事に秋篠宮家全体の花風となっているようでございますねもうなんか知らんけど全員ねこう基本がなってなくてとりあえずね薄っぺらいよねみたいなね、えー、そんな感じでございますね でダイアナ元妃は近しい人にね、まあ、私にも仕事があればというようなことを吐露、えー、しておいでだったようなんですけれどもおそらく、まあ、王室とかね皇室の女性にもーパターンあるんじゃないかと思ってまして、まあ、着飾ってね国民にお手振りして、えー、注目してもらうことが、えー、喜びみたいなねこうライフワークみたいになるような美智、まあ、子さんパターンとか紀子さんパターンな女性となんかそういう,こう人寄せパンダみたいな生活にね、えー、虚無感っていうか虚しさなんかを感じて。 もっとちゃんとしたね本当の意味での、えー、ライフワークというかね仕事というか人のためになってそしてね誰かの役に立つような仕事がしたいというふうに、ね、思う女性とに分かれるんじゃないかと思っておりでダイアナ元妃であるとか皇后陛下そして敏宮愛子さまはこっちのパターンなんじゃないかなというふうに思うわけですね。 キ、まあ、子さんに至ってはねも,うもはや人寄せパンダの役割すら果たしておらずなんか自ら「パンダでございます、ね」とね名乗りながら押しかけて公務ごっこをしてるみたいな感じなんですけれどもでもそれで受け入れ側の人々からね「えあんたパンダじゃないよね」みたいな「偽物ですよね」みたいなねこんな感じに突っ込まれているというね、えー、そういった惨状でございますね。 はい。さて、ダイアナ元妃は1997年8月31日、フランスでの交通事故によりお亡くなりになられていらっしゃるんですけれども、その生涯を通じて事前活動に積極的に関わってこられたことは大変有名ですし、イギリス赤十字社のサポーターとして献身的に取り組んでいらっしゃいました。 ダイアナ元妃の画像を検索しますとイギリス赤十字の、ね、制服に身を包んだダイアナ元妃の画像であるとかえ赤十字のワッペを、ね、胸につけてえそして慈善活動に取り組まれているダイアナ元妃の画像がたくさん出てまいります。 特に1997年1月、えー、交通事故でお亡くなりになられる約半年前のことですけれども、えー、赤十字社とともにアンゴラを訪れられて、えー、そしてアンゴラで地雷原を歩く、えー、ダイアナ・モテュネオ姿が公開され、まあ、そのね、体を張って地雷に反対するというこの訴えが世界中のね、えー、世論に大きな影響を与え、そして反地雷への声を大きくしたんじゃないかと思います。 このの地雷というのは本当にね無差別に人を傷つけますし、まあ、兵士のみならず非戦闘員である一般人も犠牲にするというねあのまさしく非人道的なものでございましてしかもまあ戦争が終わってもねまあ、どこかにまだ埋まってるみたいなねそしてどこに埋まってるかわからない以上、まあ、いつまでもね犠牲者と、えー、恐怖が付きまといますし地雷が埋まってる可能性がある地域も全体ね、えー、開発とかできないしもう使い物にならない上にここまでやったら全部ね取り ましたみたいなそういう,こう区切りもつかないですし非常にやっぱりね、えー、地雷というのはね立ちが悪い武器じゃないかなというふうに思います。 えそしてこのあとなんですけれども、えー、この対人地雷につきましては、えー、カナダ政府が1996年10月にオタワで開催した国際会議に、まあ、担保するいわゆるオタワプロセスを通じて作成された、えー、対人地雷禁止条約いわゆるオタワ条約というのが、えー、1997年12月にオタワでの署名式において、えー、署名のために各国に開放されまして、えー、1999年3月1日に発行しております。 この条約は基本的に加盟国において対人地雷の使用貯蔵生産異常等を全面的に禁止してそして貯蔵地雷の4年以内の廃棄そして埋没している地雷の10年以内の除去等を義務付けるとともに地雷除去被害者支援についての国際協力援助などを規定しているそうなんですけれども。 まあ、このですねオタワ条約締結後も定期的に、まあ、5年おきぐらいなんですが会合を開かれてその後のねこの地雷除去に関する進捗状況の総合確認をしていらっしゃるみたいですね。で現在162カ国の国連加盟国がこのオタワ条約の締結国となっております。 でですので1997年1月当時、えー、地雷撲滅に関する、ね、国際世論はもちろんあの高まってはいたんですけれども、えー、ダイアナ元妃がこの地雷原を歩くという、ね、非常にショッキングで、まあ、印象的な写真が何よりの、ね、キャンペーンになったことは間違いないと思います。 このダイアナ元妃の行動はものすごい額のね広告費に匹敵するはずでダイアナ元妃もご自分のね知名度をご理解されつつ、まあ、それをね世界で困っている人のために有効に役立てようというねこういった思いが伝わってまいります。 えー、そして、ね、いろいろと言われておりますヘンリー王子なんですけれども、えー、このヘンリー王子もダイアナ元妃のご遺志を継がれて2019年6月にアンゴラを訪れられ、えー、このね地雷地域の視察をなさってで地雷根絶運動のバトンを、ね、ダイアナ元妃から受け継ぐような活動をされていらっしゃいます。 同じくね、残念な嫁と結婚してしまったという共通項とあとまあ次男であるというねこのつながりで秋篠宮さんと一緒くたにされがちなヘンリー王子なんですがヘンリー王子はこうしたね、慈善活動にも積極的に取り組んでいらっしゃって、まあ、イギリス時代はですね、軍人としての務めもしっかり果たされており王子としての立ち振り舞いであるとか国民とか人々に対するね、フレンドリーで優しい人柄などは評価すべき点が一つもなくて自分だけが可愛らしい というね、この秋篠宮一家と一緒にしてはならないと思いますしヘンリー王子はヘンリー王子なりにねいろいろありますけれども、まあ、ご立派なところはね、えー、ちゃんとご立派ということでございますので、えー、決してねあの秋篠宮さんと一緒にしてはいけないというふうにね思うわけですね。 でダイアナ元妃なんですけれども1986年5月に来日されていらっしゃってこの来日時には日本赤十字社の日本赤十字医療センター附属乳児院を訪問されていらっしゃってこの時に対応にあたられたのが三笠宮智仁親王妃信子様ということですね。 で私改めてね信子様のの、ね、お若い頃のお写真を拝見したんですけどもなんか横顔なんかはね秋子女王に非常に似ていらっしゃってあの秋子女王もね私ずっとお父様にだと思っていたんですけれどもしっかりですね信子様にも似ていらっしゃる面がありやっぱりねあの親子でいらっしゃるなというふうに思いました。 で、この時はチャールズ国王もご一緒で、イギリスからね、大阪、伊丹空港に到着され、皇太孫時代の金城陛下がお出迎えをされていらっしゃったんですね。大阪でお出迎えバージョンというのはね非常に珍しいことでございますね。そして、この当時からチャールズ国王は平成夫妻よりかは金城陛下とね、仲良しだったことがよくわかります。 でその後なんですが1990年の平成ご夫婦の即位式、えー、さらに、えー、1995年2月にも、えー、ダイアナ元妃は来日されているんですけれども、えー、1995年の時はイギリス赤十字社副総裁としてのご来日ということでして、えー、この時はねあのもうチャールズ国王とは別居状態にあり、えー、単独でのご来日ということですね。 でこの時は二二病院とか、えー、福祉施設のななさってて、えー、本社ににもお越しになられいいたようでございますで、えー、この時の、ね、1月17日は皆様よくご存知の通り阪神・淡路大震災が起きまして、えー、ダイアナ元妃はこのね阪神・淡路大震災の復興支援のためできるだけ早くね、えー、被災地も訪れたいというねそういったご意向があったんですけれども。 やはりダイアナー元妃がね被災地訪問なさるとなるとかなりのね混乱が生じる可能性があるということで、まあ、なかなかね受け入れ体制を作ることができないということで、えー、被災地訪問は断念されまして、えー、日赤本部で阪神・淡路大震災の実情のご説明を受けられたそうです。 そして日本の被災地に寄せる思いはご長男のねウィリアム皇太子に引き継がれてらっしゃって2015年のウィリアム皇太子ご来日の際には2011年の東日本大震災の被害に遭った宮城県であるとか福島県を訪問なさってそしてねウィリアム皇太子が被災者を励ましてくださったんですけれどもダイアナモドヒがね生涯取り組んでおられた弱い立場の人の助けになって そして、ね、弱い人たちに心を寄せるようなこのようなね活動に、まあ、2人のね息子さんというか2人の王子様ウィリアム皇太子とヘンリー王子がそれぞれのやり方でね踏襲しておられるのは大変ね興味深いというふうに思います。 えそして二千二十一年七月一日は、もしダイアナ妃がご存命でいらっしゃったら、六十歳のねお誕生日をお迎えになられていたはずの日ということでございまして、えこの日を記念してイギリス赤十字社がダイアナ妃とイギリス赤十字社の思い出と題したコンテンツをアップされていらっしゃいます。えそのコンテンツにはダイアナ元妃との思い出が綴られておりまして、えダイアナ妃が障害を持つ子どもたちの施設を訪問された時の様子などが紹介されてて、 でダイアの元妃があの障害のある子どもたちにねごく普通にもう友人に接するように接していたことであるとかあの具体的に書かれたエピソードといたしましては子どもたちがウィ、えー、リアム王子とヘンリー王子へのプレゼントということで、えー、鳥の、ね、巣箱を作って そしてダイアナ元妃にプレゼントとしてねお渡しする予定だったんですけれども実際には巣箱が完成できずに、まあ、途中のね作りかけの状態でダイアナ妃に渡すことになってしまったんですけれどもその時にダイアナ元妃がご心配なく彼らが完成させるでしょうというふうにおっしゃって、まあ、彼らというのはあのウィリアム王子とねエンリー王子が完成させるでしょうと言って、まあ、作りかけのままねその巣箱を受け取られて そういう言い方をされてですね子どもたちが傷つかないような返しをしたという話が紹介されておりますまたイギリス赤十字社の社長のエディス・コンさんという方が1980年半ばにダイアナ妃とお会いしたときにダイアナ妃が赤十字の活動にね大変興味を持っておられたこと,と合わせて印象に残った会話として このエディスさんがダイアナ妃にご帰宅された後はまたね別のお約束があるんですかというふうにお尋ねになったらダイアナ元妃が「家これからね家に帰って豆を乗せたトーストを食べてイーストエンダーを見るつもりなの」というふうにねお答えになられてそのま飾らない気さくなお答えが面白かったということが紹介されてます。 ここに出てくる「イーストエンダー」というのはね BBC で当時流行っていたテレビドラマということでございますので、えー、この、ね、回答を日本に置き換えると当時皇太子妃だった美智子さんがこれから、ね、また別のご公務が終わりなんですかというふうに聞かれていやもうこれからね家に帰ってお茶漬け食べてお芯を見るんですみたいなねそんな感じに、ね、答えるようなものですよね。 美智子さんはね成金で非常に気取った方ですから絶対にねこんな庶民的な答えはしないと思いますし日本の皇族方は特にねこの番組が好きなんですみたいなねそういう発言もしたらいけない立場だと思うので、まあ、実現しないとは思うんですけどもなんか気取ってですねなんかあの選ぶった答えをする人よりはなんか親しみがね湧く感じはしますよね。 その後1993年にはダイアナ元妃はイギリス赤十字社の副総裁に就任されましてそして先ほどお話した1995年のご来日はイギリス赤十字社の副総裁の立場でのご来日ということになったんですけれども1996年8月のチャールズ国王との離婚前にその前の月のですね1996年7月に、まあ、おそらくねもう王室から離れることになるだろうというご事情でこの副総裁の職を辞任されていらっしゃいます。 そして、敏宮英子様も、日本赤十字社を就職先に選んだ理由などについて尋ねた宮内記者会の質問に、文書で回答をお寄せになられ、公務以外でも様々な困難を抱えている方の力になれる仕事ができれば、というふうにおっしゃっていて、このね、志の部分も、実際にね、赤十字を選ぶというね、このチョイスもダイアナ元妃を彷彿させるものですし、もしね、将来交代してあるとか、天皇という地位に憑かれる場合にも、一番ね、大事なお気持ちなんじゃないかな、というふうに 思います、まあ、それはねこう口先だけでね国民に寄り添いますというだけじゃなくて実際にね実践されてそして社会人として日本赤十字社でのお仕事を通じて体験なされるということは将来ね人々の象徴の立場になられる時に一番大事なことだと思います。 秋篠宮さんにしてもなんか変なね学者面だけじゃなくてやっぱりどこかにねきちんと就職してちゃんとね、えー、仕事を持っていればあの仕上がりにはならなかったと思いますし、まあ、妻もまたしかりということで子どもたちもね忖度で与えられた職場で何をしてるんだかねわからないみたいな,なんか一度もね出社してるのを見たことがないみたいなそんな状態にもならなかったと思いますしやはりね家族全員世間知らずの一家に口頭、えー、を移してはならないというふうに思います。 はい。ということで、本日は、の宮愛子さまの日本赤十字ご就職について、イギリスの子ダイアナ人の共通点というね、テーマでお話をさせていただきました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら、今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。